キャロル、機嫌を直して。今回の突発的な事態は、私が司教様に提案したのよ。最初にも言ったけど、今回のテストでは突発的な事態に対応する能力が求められた。もちろん、起こる理由もわかるから、ちゃんと謝るわ。そして同時に、キャロル・ペッパー隊員、今回のテストは合格よ。え？合格だけ？隊長、ちゃうやろ。うちは神社を助けたんよ。それも完璧に。あ、ちゃう。うちはまだ怒っとる。相手にせえへん。そう。あなたは仲間を救出し、自分も無事だった。けど同時に、あなたは任務を放棄し、待機という指示に従わなかった。任務を遂行することと仲間を助けること、どちらも間違った答えではないけれど、加点項目でもないわ。結果が唯一の判断基準。その点から見るともっと成長できるはずだと思う。もしうちが待機することを選んでたら？もちろん違うテストの続きがあったわ。キャロル、あなたはちゃんとできた。司教様もキャロルならセントフォンテーヌの調査作戦に対応できると思ってる。成長の部分に関しては作戦中に指導することにしましょう。以上、最終テストで合格というのは公平で妥当な評価よ。理解してくれたかしら？うん、そんなんずるいやん。けどやっぱり気になる。隊長にとって優秀になるにはどうすればええの？それはね。隊長、あの時なんて言うた？よう覚えてへん。うち、ほんまに勉強に向いてへんかも。大事なこと、全然覚えてへんもん。けど、大丈夫。隊長、今なら、どうすればええか、わかるから。任務の遂行、仲間の救出、そんな全部するに決まっとる。Yeah!
チ、スタミナ全然あるやん。ほんならデカブツ、あとは。後ろに気をつけてください。よく頑張りました、キャロル・ペッパー隊員。あとは私に任せてください。